どうもこんにちは、花尾です。どうもネガです。キムリです。花火屋の種へようこそ。このコーナーでは、視聴者様から寄せられた数々の検証の疑問を、お答えするというコーナーです。はい、それでは早速、今回寄せられた検証課題について発表したいと思います。花尾さん、レンガさん、レンガさん、こんばんは。こんばんは。僕はアニメが大好きでよく見ています。その中で男子が登校している時に食パンを加えて走ってくる女子とぶつかって運命的に出会う場面がよくありますが、はいはい、あれって家から近くないとパンを落としてしまって実際には難しいのかな、なんて現実を見てしまいます。なるほど。でも僕もアニメみたいな奇跡の出会いを起こしたいのです。家からどのくらいの距離の人となら起こせるでしょうか。なるほど。これって花火屋の種になりませんか。よろしくお願いします、と。はい、いうことです。なるほど。つまりこの花火屋の種、こういうことになります。食パンを加えて運命の出会いができるのは家から何メートルまで。いや、これはでもアニメでは僕ですら見たことあるシーンですからね。昭和のアニメによくありそうなね。そうですね、シチュエーションですよね。キムリさん、どうですか、このこの検証は。どうなんだろうね。実際なんていうか女子とぶつかるっていうのがあまりないですからね。やっぱ全男子の夢ですからね。おう、そうですね。ぜひともなるべく長くあってほしいですよね。はい、というわけで、はい、検証してみましょう。 VTR どうぞ。イケインケが出会いを求める場として有名な大阪大学、その中の出会い中サークルのサークル長ピロダマルアキさんに話を聞いてみた。せわしない朝の表現技法として有名な遅刻する食パン少女ですが、日本の作品で最古のものは1962年の漫画サザエさんでの一コマ、ワカメが家を出るシーンという説が牛乳です。私も寝坊しがちなので普段から食パンを加えながら走って登校しているのですが、何メートル走っているかなんて考えたこともありませんでした。私も誰かとぶつかって運命の出会いをしてみたいので、今回の検証結果私気になります。実際にやってみた。今回検証に使ったのは生野市にある体育館、生野市桃谷5-5-37。今回の舞台は1周54メートルのトラック、全力ダッシュ、マラソンペース、ジョギング、徒歩の4種類の移動法でどれが最もパンを遠くまで運べるかを検証する。耳を加えてよーい、パン。
この体育館の持ち主さ、こいつは何やってんやろ。顎が上がって多分これはファンが落ちそうだ。いや今3周です。今4周目。僕も上がる。上がる。上がる。確かに。めちゃめちゃ上向いてる。家で飯食ってから行けよ。記録342mです。うわちょっと難しいな、この距離で合うのは。課題が残る。これどういう課題？ファンの高さ。いやもうそれお前の問題じゃない。口で息できます。無理。いや、口無理。意味を超えたね。よーい、パン。なんかほんの少しだけパンに気使ってますみたいな手してますよね。なんか。え、マジ息できんかった途中。耳を加えてよーいワン。いやもうだから飯食っていけよ、そんなそれみんなで一緒や。他のやつ一緒や。歩いてるからパンがちぎれないのかって結構ちゃうんやな、実は。時間も関係するんよ。唾液が出てくるよ。どんどん目の前に小麦があると。あ、見たね。小麦を紹介しようとしてたから。さっきの手前。あいつは今パンを食べたいのかっていう問題だな。パン食べたいからその行動やってるはずやのに、あいつはパン食べたいんかな、ほんまに。あいつは出会い中だ。そうそう、出会い中だ。パン食われたら美女と出会えると思ってる。ああ、なんかあいつだんだんベルトコンベアに似てるかも。ちょっと割れてますね。そうやね、ちょっと割れてきてるよな。でも割れてからも強いんよ。そうなんや。あの振動がすんない。結局金魚すくいのポイ理論と一緒なんや。
ちぎれるぞ、あれ。やばい、お前見んのか。やばいやばいやばい、アビラージコックス。いいよただいいよ、いいよ、ただいいよ、俺ら立ち上がるよ、さすがに。アイドル。こういう揺れが。これはもう。記録3721メートルです。何したんやそれ、覚えよ。さあ、何だよこの時間のことだ。こうしてこの世界にまた一つ新たな花火屋が生まれた。パンを加えて移動すると、一番遠くに運べるのは徒歩で、限界距離は3721メートル。なるほどね。歩きがやっぱり3000メートル以上、結構美女と出会える確率高いってことになりましたね。まだ俺意外と長かったですね。隣町ぐらいまでは歩ける距離ですもんね。まあでもそんな遠いところに学校あるかなっていう、その問題もありますけど、だ一応でもパンを加えて投稿はできるっていうね、ま、そういうことですね、前提として。その場合は絶対に走らない方がいいってことですね。まあそうです、今回の結論として。だから出会いたいのであればパンは加えて歩くべき。そうですね。いやーでも歩いてたらぶつからないよね。まあいやそうだ ね、 うね、確かにそうだね。だから同時に向こう側もめちゃくちゃ急いでるっていうのが必要条件としてあります、ね、確かにね。これ夫確率的にはこれもうどれぐらいなんですかね。まあ数パーセントなんじゃないかな。1パー以上あるんですかね。まあ1パーよりは高いんじゃないかなと思うけどね。じゃあでも結構出会えるんじゃないですか。じゃあ100回やったら割と1回ぐらいは、まあ年1ぐらいでは出会えそうじゃない。おお、出会えたことありますそれで。ないね。付き合ったことあります。付き合ったことあります。ないね。おお、なるほど。じゃあ結構やった方がいいかもしれないですね。はい、というわけでこの花火屋の種何枚切りでしょうか。万切りでございます。実際使う機会はなさそうですけどね。まあでも朝パン派の人ちょっとは増えるんじゃないかな。おお、なるほど。確かに私パご飯で派でしたから。だから僕もご飯派だったんですけど、これのためにパン派に変えるって説ありますね。ぜひ、朝はパンを食べよう。